はい、皆さんこんにちは、りゆきです。今回は新しい YouTube チャンネルを作りました。ということで、この動画を見てくれた人はりゆきってどんなやつやねんみたいな思いがあると思うんで、簡単な自己紹介をしていきたいと思います。僕は今会社を複数やってるんですけども、恋愛スピリチュアルカウンセラーをメインにやってます。10年前まではシェフをやってまして、2011年あたりからカウンセラーになったんですね。まずブログを立ち上げて、そこで毎日ブログを更新していたら、たくさんの方に見ていただけるようになって、アメブロのオフィシャルブロガーになって、そして本も出版させていただいて、そして今に至ります。そして今回は新しい YouTube チャンネルを立ち上げることになりました。このチャンネルでは、恋愛で悩んでいる女性がより恋愛がうまくいくように、男性心理とかスピリチュアルを通して彼と幸せになっていくコツを発信していきたいと思います。実際にどういう内容を発信していきたいかというと、7対3の法則ですね。これを使って皆さんが大好きな彼と末永く一緒にいられるようにしていきます。つまり、内がこうメンタルですね、メンタルが7、そして外が男性心理とか恋愛ノウハウですね、それが3、この7対3です。こういう感じに力を入れていきたいと思います。このバランスが崩れていると恋愛ってうまくいかないんですよね。つまり、彼とうまくいってない人っていうのは、この力を入れるバランスが必ず崩れているんです。男性心理や恋愛テクニックばっかりやってる人って、もうメンタルがこうブレブレで恋愛がうまくいってないという人をたくさん見てきたんです。メンタルとこのノウハウ的なものですよね、この2つに偏りがあると、なかなか本来の皆さんの力が発揮できないんですよね。例えば棒高跳びをイメージしてみてください。飛び方ですね、飛ぶフォームとかを完璧にマスターしても、ベースである筋肉が全くなかったら、こう助走の段階でこけてしまったりしますよね。筋肉がなく走れないからもうアウトになります。一方で、筋肉だけ鍛えたとしても、飛び方ですね、飛ぶ形を全然知らなければ、全然棒高跳びは高く飛べないですよね。恋愛もこれと一緒なんです。筋肉がメンタル、飛び方が男性心理とかノウハウになります。これが7対3でマスターできていたら、縁の問題はあるんですけども、僕は恋愛はうまくと思っています。ただどちらを強化していけばいいかというと、その人によって変わってくるんですけどね。でもまずは筋肉、メンタルを鍛えて、ある程度のこう筋肉をつけてから、飛び方ですね、男性心理とか恋愛テクニックを勉強していく方が早いかもしれません。スポーツと同じです。本当に筋肉がないと怪我しますからね。恋愛で怪我している人もそうです。だからこそ、そんな人はまずベースのこう筋肉をつけて、メンタルをこう強くして、その後に男性心理を勉強してみましょう。そのやり方を発信していきます。恋愛がうまくいかない人のこの7対3という黄金法則ですね。このチャンネルでは、そんな7対3の黄金法則、メンタル、宇宙の法則とスピリチュアル、男性心理を発信していきますので、ぜひこれからも参考にしてください。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。